キーバート・ホセルイーズは、ベネズエラのカラボ・ボシュバレンシア出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。2014年にロサンゼルス・ドジャースと契約して、プロ入り。2015年に、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ドジャースで、プロデビュー。44試合に出場して打率。301本塁打、19打点、4盗塁を記録した。 2016年は、ルーキー級アリゾナリーグドジャースとパイオニアリーグの、ルーキー級オグデンラプターズでプレイし、2球団合計で56試合に出場して打率。374、日本類が48打点を記録した。2017年は、A 級グレートレイクスルーンズと A 級ランチョクカモンがクエークスでプレイし、2球団合計で101試合に出場して打率。 316,8本塁打、51打点を記録した。2018年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは52位、ドジャースの組織内では3位にランクインした。シーズンでは開幕から AA 級タルサドリラーズでプレーし、101試合に出場して打率。六十八十二本塁打、十七打点を記録した。七月には、 オールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出された。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。11月20日にはルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2019年は AA 級タルサと AA 級オクラホマシティドジャースでプレイし、2球団合計で85試合に出場して打率26。261。 6本塁打、34打点を記録した。2020年8月15日にメジャー初昇格を果たし、メジャーデビューとなった翌16日のロサンゼルス・エンゼルス戦では9番、保守で先発出場して3回表にフリオ・テヘランから初打席初本塁打を放った。2021年5月16日にコーリー・シーガーの10日間の故障者リスト入りに伴い、 メジャーに昇格した。2021年7月30日に、マックス・シャーザー、トレーターナーとのトレードで、ジョサイア・アグレイ、ヘラルド・カリーを、ドノバン・ケイシーと共にワシントン・ナショナルズへ移籍した。打撃では、左右両打席で構えが異なるが、マイナー通算打率、330とコンタクト力に引い出る。守備は、早急面で課題を抱えるが、 補給技術は確かで動きも良く、スターになりうる素材と言われている。ありがとうございます。